ゴールキーパーは武者、フォーバックは左から浜、つけぎ、中村、安西、アンカーにキャプテンの菅井、インサイドハーフに徳永、そして今日は柳町、今シーズン初めての先発出場ということになりました。3トップ左に鈴木、中央に和田、右に今日は森です。ゴールキーパーは岡田慎二、フォーバック左から今日は津波、今シーズンリーグ戦初先発ということになります。センターバックは澤田、鈴木大成、右サイドバック生駒、アンカーに堀内、インサイドハーフに国武、中島、スリートップ左に岡田優輝、中央に百田、右に嫁坂、澤田から鈴木、そして右サイドバックの生駒、クロスボールを入れる、中村ヘディングでクリア。さあセカンドボール、ここを拾ってシュートまでいけるか、シュート、20番の国武のシュート、ポストの左、安西、柳町、テクニックがあります。さあここはつなげていこうというところですが、もう一度森、シュート、最後は鈴木のシュートでした。中島が、さあここは中途半端になった奈良、さあここは大きなチャンスになるか、和田だ、和田だ、シュート、ここはゴールキーパーの岡田慎二がよく止めました。1対1の局面、こちらが津波、左サイドバック、津波は174センチ。さあここでシュートまでいけるか、こぼれたところ、懸命のクリア、奈良のディフェンス。さあターゲットは3番の澤田が182センチ、こちらがフリアンカット、ニアに合わせてきた、ポジションに当たった、なら惜しいシーンでした。今のシーンご覧いただきましょう。非常にドリブルでもフィジカルの強さ、スピードがあるドリブルを見せます。津久井、そして徳永、運動量豊富な持ちからボールが出た、川又、そして中央にはサイドレール、どうだ、シュート、スタンドを煽る持ち、持ちのゴールが決まりました。遠山、そして斉藤を学ぶ、ここはボールが出た、川端、川端、シュート、ちょうどコースをうまく切っていました、ゴールキーパーの岡田慎二。しかしボックス内でのプレー、見応えがあります、この川又。さあゴール中央には川又健吾もいます、184センチ、川又に合わせるか、川又、ボールがこぼれている、菅井、シュート、決めた、ゴール、2点目、菅井のシュート、決まりました。笑顔を見せる菅井。さあ奈良クラブ、この4分の中で100打クロスが入る。さあここはチャンスになるか、シュート、ポストの左、左サイド、途中出場の寺島のロングクロス、ヘディングで折り返す、
ここは沼津ボールに変わる。相手の裏を取りに行く、つくいからパスが通る、斉藤折り返して切り返しシュート、ゴール、つくいのゴールが決まりました。3対0、大いに沸き立つ沼津のサポーター。届きませんでした、岡田慎司。刻一刻と時間は過ぎていきます。ボールを奪い取りますが、さあここで長いホイッスル、3対0、2024明治安田 J3 リーグ第18節、アスルクラロ沼津 VS 奈良クラブのゲームは3対0で、アスルクラロ沼津が勝利を飾りました。